はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。金蔵辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。蘇州日本人学校のスクールバスを待っていた日本人母子が中国人に刃物で襲撃され負傷、止めに入ったバス運転手の中国人女性も刺されて重体。この女性が一番状態ひどいそうであります。犯人の男は逮捕され取り調べを受けている最中、北京日本大使館が在中邦人に警報発令、くれぐれも周囲に警戒をと、世論です。愛国無罪行動かね。日本人学校のスクールバスだから人種が理由だろう。中国になんか行くから、中国なら当然のリスク、地上波完全無視かよ、やってねえのテレビでこのニュース。アメリカと日本が中国を貶めようとしていると毎日ニュースでやってりゃそうなる。不景気になるとこういうことが起きる。ああ、アメリカ人の次は日本人ターゲットにしてきたか。反日国にわざわざ行く方がバカだろう。反スパイ法でいきなり逮捕されるのによく家族を中国に連れて行けるな。これ前アメリカ人無差別あって今回もまた無差別か、中国やべえなと。日教組が通襲事件をちゃんと教えない弊害、通襲事件って通襲ってとこにある日本人部落がですね、中国人に襲われて何百人も皆殺しになったっていうですね、7月29日に起きて、私の誕生日も7月29日なんで、しかし残酷な手段で何百人も皆殺しされたっていうですね、そういう事件ですね。日教組は教えません、隠蔽しております。むしろ子供3歳なんだって、そんな幼児を襲うとは鬼畜だな、けだものだな、人手なしだな。中国はもう夏休みに入っててですね、スクールバスが動いてるのは3学期制の日本スクールだけだそうであります。なので日本人と認識して襲ったことは確実であるな。そんでなくてもですね、反スパイ法施行で外国人はなんとなく逮捕されちゃうのに、なんで家族を連れて行ったのかな、今時なんで中国なんかにいるんだって意見も結構多かったですよ、自業自得とまでは言わないけれども。蘇州って言えばですね、日本大使河野一族が所有する日本大使、株主が11人しかいないっていう、子会社ありました。北京と蘇州と香港にあったはず。河野太郎みたいなですね、中共とズブズブなやつだったら自分らは大丈夫って思って連れてったのかな、中国赴任を命じるような会社もですね、情弱すぎないか、反スパイ法とか反日感情を知った上で、行けって言ったとすれば、社員の安全より金儲けって会社ですよね。こちらも許せませんよね。これ地上波やってねってのは大問題だよね。通襲事件を隠蔽する日教組の文科省と同じじゃねえかっていう話、蓮舫事務所に引き続き小池事務所にも脅迫ファックス。小池百合子に硫酸をかけて失明させます、小池百合子の選挙事務所を爆破します。めった刺し しますっていうのよりも優しくなってますね。なんか警視庁が捜査開始、ファックスは海外から送信された模様であります。そうするとですね、わけもわからない高齢者って犯人説っていうのは消えますね。なんか、世論です。カオスすぎる。同一人物じゃねえこれ。順番に全員に出すんじゃねえの。テロリストが普通の世の中に。蓮舫が自演って言われて慌てて小池にも言ったような感じに見える、候補者全員脅迫するのかな。海外ってどうせ中国だろ。自演バレそうだから急遽出したような、蓮舫の時は立民議員も脅迫対象でした。硫酸を手に入れた議員と家族にアタックする、今回もですね、硫酸で失明させるって、その硫酸に対する強いこだわりは一体何なんだと、脅迫を受け蓮舫には SP50 人がついてですね、警備物々しくなったみたいであります。蓮舫自身がですね、平気で、顔知らない人に平気で近づいてって握手なんかしてったら、至近距離まで接近してね、そしたら自演の可能性もありますね、ないだろうってことで、小池陣営は現職都知事なんで SP100 人つきそうですね、SP の皆様も暑いのにご苦労様であります。
NTO 立花に風営法違反容疑で警視庁から警告、禁止されている風俗店のポスター宣伝を堂々とやらかして、で警告を受けて剥がし始めたって。選挙後に捜査開始か。あ、これあの翼の塔みたいになってきましたね。そういえばあの黒川は留置場の生活に慣れたですかね。世論です。執行猶予中かよ。投獄あるかもね。風営法違反で猶予がアウトじゃ大爆笑。立花をちゃんと豚箱に入れてよね。 N 党は令和を保守とか言ってる気違い、なんか蓮舫を応援しますって言ったらしいですね。本当に N 党ね、あの保守とか言ってる人もいいけど、それないっすからね。単なるあのあそこバカなだけで、頭いいとか言ってる人いるけど、どう見てもアホ。 NHK と戦ってるうちはただのバカでもあの見どころあったんですけど、NHK と戦うことをやめちゃって、もうただのバカになっちゃいましたよね。くだらないことばっかりで話題作りの炎上バカ。選挙ポスター枠を販売とかありえん。今回の件で刑事枠の売買禁止が明文化されるんじゃないか。こいつ調子に乗りすぎだからいつか逮捕されると思ってたと。風営法違反で警告ってあるんで、選挙違反じゃなくて風俗店の宣伝広告規制に違反したと思われますね。第16条、風俗営業者はその営業につき営業所周辺における正常な風俗環境を害する恐れのある方法で広告または宣伝をしてはならない。第 31-2-2、全条第1項の届出を出した者は当該無店舗型風俗特殊営業以外の、これデリヘルのことですかね、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告または宣伝をしてならない。全項を規定する者以外の者は無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告または宣伝をしてはならない。多分この辺りに違反したんだと思います。風俗店って規制されてて大体的に宣伝できないんですよ。新聞チラシダメ、テレビダメ、チラシのポスティングダメ、街頭にポスターダメ、要するにですね、子供の目に触れるような宣伝っていうのが全部ダメなんです。しょうがないから求人もですね、自ら訪れるというアクションを必要とするネットで求人してて、そのサイトを誘導するため、そのサイトを宣伝するためにバーニラバーニラバーニラってトラック走らせ回ってますよね。まあ苦労してんだわ。 QR コード付きの風俗店ポスターを大量に貼ったそうだが、個人的には完全にアウトと思われますね、これね。学校の200メーター以内は広告制限区域で、看板、立て札、掲示板、ポスター全部禁止だし、そもそも広告制限区域でなくてもですね、看板、立て札、掲示板、ポスターも禁止だしね。ソブランドの看板って G だけじゃないですか。G だけ。それはこういう規制に引っかかるからですね。立花は昨年3月に例の二平丼脅迫と NHK 脅迫の件で懲役2年3ヶ月、執行猶予4年、猶予があと2年9ヶ月残ってる弁当持ちであります。この場合ですね、宣伝主体の店が営業停止や資格停止になるのか、それとも広告を実行した立花も罰せられるとなるのかは不明であります。風営法って無届け営業とか未成年者を雇用した時とか、よっぽどじゃないと、懲役刑じゃなかったです。調べましたけど残念です。罰金刑だと執行猶予って取り消しにならないんでしたっけ、どうでしたっけ。罰金刑でも前科になるのかな。個人的には執行猶予取り消しになって収監されてほしいですけどね、こういうバカは。フジテレビ栄光のドラマ月9、今期のドラマで1年間で1回も視聴率2桁取れなかった、 10% いかなかった、記録達成しました。明日26日株主総会なのにどうすんだろうこれ。世論です。ちょっと前テレ東にゴールデンの視聴率抜かれてたって記事出てたもんな。古畑任三郎の再放送をやれば解決、アニメ流した方が絶対見られる、もうおばさんしか見ていない、ジャニドラマさらに誰も見ない、嫌だから見ない、業界内での評価高いって何なんだよ。30年ぐらいやってんならその枠ももういい加減やめたら。月9の制作費は1話3000万円程度で、そんだけかけて2桁いかないんじゃ
ドラマもうやめようかって話も出てるみたいであります。なんか食うか旅行するかクイズの方が金かけずに番組ができると、こうしてどこもですね朝から晩までなんか食ってるって映像になってますます見なくなるんですね。新規参入がない守られた世界業界なのにフジテレビもうちょっとで赤字に転落ですよ。一体どうすればそうなんだか全然全く不思議なんですけどね。だってこの町のラーメン屋6店舗までねって、決めてずーっとやってきたんでしょ。なんで赤字になりそうなんで意味不明ですね。いつまで経っても韓国行ってるしって、まだそうなんだ。それこそが原因なんじゃねえのか。今日の単身です。イオングループ2030年までに特定技能外国人を4000人受け入れると発表。惣菜作りと清掃を頑張ってもらうんだって。外国人を4000人雇うってことは日本人の雇用をそれだけ奪ってるってことですよね。岡田克也のイオンだから確信犯だよね。外国人増やして日本人の賃金下げて日本を破壊したいんだろうなイオンはな。日本を破壊したら自分らも壊れるって理解できないんだから嫌になりますね。のバカイオンね。せいぜい店のもの盗まれたりですね、惣菜つまみ食いされたりすっといいですね。大にぎわいの蓮舫海鮮現地特派員報告中国人だらけで草中国今度から蓮舫の凱旋告知が大量に行われていることを有志が発見。まあ動員ですね。中国には人民動員法がありますから中共に指示出されたらそりゃ行くしかないよね。逆らったら本土の家族や親族に危害が及ぶんだし大にぎわいの凱旋に灰になるパヨさんたち、行ける勝てるって思ってたのが落選のショックが大きいからもっともっと盛り上がっていこうぜ盛り上げていこうぜ、もっと灰になってくれよフィーバーなんて言いましたね昔はね。もう死後だな完全にフィーバー。法改正で免許不要になった電動キックボードの事故多発164件に、免許不要となったんで標識の意味すら知らずに乗ってるやつもいるそうであります。渋谷新宿池袋しこたま見かけます。外国人も乗ってるの見んですけど観光客向けのレンタルですかね。観光客が日本の道交法知ってるとも思えないんだよね。いっぱい事故を起きていっぱい殴らったら法改正されるんでしょうかね。ちなみにあれって田舎じゃ流行らない、流行ってないと思います。ちょっとラーメンでものちょっとが3キロも5キロもだからあんな遅いんじゃとってもね時間かかって実用にならないんですよ。移動距離が短い、都会でしかちょっと無理だろうな。万博会場のメタンガス基準値超えが76件発生。報酬月額200万円の、既得権益万博協会さんガスが出たからすなわち危険というわけではないとか言い訳してるらしいんですけど大事故起きてめっちゃくちゃになったら誰が責任取んだろうね。まあ誰も責任取らないで人間ですけどね。日本政府物価高対策として電気1キロワットアワーあたり 3.5 円程度の補助金を出すと発表。今年の再エネ賦課税額は1キロワットアワーあたり 3.49 円なんですけどって3.49 円なんですけど、賦課税一旦徴収して補助金で同額戻すって無駄なことやろうとしてる自民党本当の本当にバカとしか思えません。いいからとっととですね再エネ賦課税なんかやめればいいんですよ。何これ 3.5 円取ります 3.5 円補助金出しますって何無駄なこと言ってんの。そんなこと教えなくちゃ分かんないことなのかなって本当絶望しますね。秋田県の人口減少が止まらず来月にも90万人を割り込む模様。まあ米農家だけで食べていけなくなったからしゃあないっすね。これ米農家だけで食えるんだ、孫や子にも田んぼ残せば安泰なんだっていうことだったらそんな減らないんですよね。秋田県知事選挙の供託金は90万円でいいですねこれね。そうした方が合理的だし公平だと思うんですよね私はね。というわけで中国この動画見てらっしゃるようなエリートさんたちは中国なんかには行かないとは思いますけれども周りにもですねこういう事件があったなぜテレビでやってないみたいですから教えてあげてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン